一体何が起こったんだ。コロニー落下は阻止できたと聞いたが、これでは失敗したのと同じ。滅亡を免れただけ良かったとでも言うのか。それだけじゃない、何かが起ころうとしている。この胸騒ぎは一体、これは何かの破片だな。ここで激しい戦いでもあったのか。一体どれだけの人間やレプリロイドが犠牲になったんだろう。待ってよ、これは。ついに完成したぞ。この冷静な僕があまりのことにおかしくなってしまいそうだ。いけない、これからなんだ。今までこの僕の研究を理解すらできなかった奴らを、そう、この世の下等なレプリロイドたち全てを僕の元に服従させるために。できる、できるぞ。レプリロイドだけの理想の世界、僕が全てを支配する素晴らしい世界が。X 目を覚ませ X、 今はお前しかいないんだ。お前が戦わなければ誰が戦う。早く目を覚ますんだ X。現場に急行して。
地球上に残ったレプリロイド諸君、すでに知っておるかと思うが、今各地で不可解な現象が起きている。我々はその現象をナイトメアと呼ぶことにした。それは人間っていうところの夢、いや悪夢に似た幻をレプリロイドに見せることによって混乱させ、ひどい時には暴走を始めたり、自らをデリートしてしまうこともある。先のスペースコロニー落下事故により、地上に残されたレプリロイドも人類もあとわずか。もうこれ以上犠牲を出すことはできない。今度こそ地球存亡の危機に関わるであろう。そこで事態を重く見た我々は、ナイトメア現象の謎を解明すべく、疑いのある8つのエリアに調査員を送り込んだ。何せナイトメア現象は、あの名を馳せたイレギュラーハンターゼロ、彼の亡霊が原因であるという情報もある。なんだって、勝手なことを。待って X、 最後まで聞きましょう。さて、ここで勇士を募るとしよう。我々と志を共にする者たちよ、力を貸してもらいたい。この8人の調査員のもとに集え。我々の目的はナイトメアの撲滅、そしてゼロの亡霊を消すことである。未来のため来たれここに。なお、このハイマックスが調査員のリーダーとして参加しておる。
我らのところに来れば身の安全は保証しよう。イレギュラーハンターもレプリフォースも今や壊滅状態。未来は我らと共に自らの力で守ろうではないか。待っているぞ諸君。ふざけてる。ゼロのことをそんな風に。みんなを救うためにゼロは命を懸けて戦ったのに。今は何を言われても仕方ないわ。事実、ゼロの姿をしたナイトメアが目の前に現れたのです。私たちも調査する必要があるので、ナイトメアの正体を。今はアイゾクやハイマックスのことは放っておきましょう。疑いのあるエリアって言ってたけど、一体どんなところなんだ。調べられないか、エリア。ダメだ、激しい電波障害が起こっていて、ここからでは調べることができないわ。なら乗り込むしかないな。直接ナイトメアに触れることができるかもしれないし、さっきの調査員っていうのも気になるしな。ナイトメア、危険が伴う任務になりそうだ。正体を突き止め、被害を最小限に抑えなければな。奴が言っていたように、これ以上レプリロイドを失う許されない。 X、とりあえず一度戻ってくる。了解、直ちに戻る。Yeah!
ちょっといない間に俺も落ちたもんだ。こんなおもちゃと一緒にされると。ゼロ、ゼロ、生きていたんだね。X だって生きてるじゃないか。だいたいシグマごときにやられてたまるか。そうだろ。探したんだ、データ反応もパーツも。何も見つからなかったから。だから心配かけたようだ。ダメージが完全に回復するまで身を隠していたんだ。その間にこのおもちゃが世間を騒がせてしまったようだな。さあ、感動の再会はここまでだ。ナイトメアを何とかしないと本当に取り返しのつかないことになるぞ。今レプリロイドが全滅すれば復興作業ができなくなる。そうなれば人類、いや地球そのものが危うくなる。行くぜ X、 ナイトメアをぶっ潰してやろう。ああ、今はみんなが力を合わせないといけない時なのに。俺は絶対に許さない。行こうゼロ。Ready?
報告します。調査員が一人倒されました。しかも死に損ないが、オールドロボットは随分としぶといものだな。はあ、まことにその通りで、特にあの赤いレプリロイドゼロはずば抜けた性能を持っております。今のうちに手を打っておかなければ、この先必ず我々の障害になるかと思われます。もうゼロに用はない。いずれハイマックスが処分してくれるだろう。確かにハイマックスの能力をもってすればゼロの処分も簡単なことですが、やはり早めに手を打っておいた方が何かと。アイゾック、前から気になっていたのだが、お前のゼロに対するこだわりは少し異常ではないか。そんなことは。なら放っておけ。今はオールドロボットより例の実験の方が先だ。それは分かっております。全ては順調、絶大な効果が出ています。 99.98% の確率でレプリロイドを陥れています。もう実験の必要はないかと。そうか、ではそろそろ次の段階に移ってもいいな。これからが楽しみだな、アイゾックよ。は、あの二人のイレギュラーハンター、念のため監視しておけ。目を離すな。仰せのままに。
Yeah.
何がおかしい？笑わずにはおられんわい。あの X でさえ歯が立たなかったハイマックスを倒してしまうとはな。笑いが止まらん。でも狂ったか。お前の仲間がやられたんだぞ。
何がそんなにおかしい。まあいい、残るはお前だけだ。今すぐ倒してやる。何か言ったか小僧。なんだ、体が動かん。ゼロ、貴様のことはこのわしが一番。生きていることさえ分かれば貴様などいつでも捕らえることができる。今はハイマックスを連れて帰るのが先である。待て、逃げるのか。体が、今の貴様に何ができる。逃げはせん。また会おう。約束する。大丈夫か、ゼロ。すぐレスキューチームをそちらに送る。あの状態ではハイマックスもしばらく何もできないだ。だからお前もおとなしくハンターベースに戻るんだ。それはとても強力なプロテクトのようなものね。外すには時間がかかりそうね。さすがのあなたでもそれが外れなければ動けないです。ああ、情けないことに何もできそうにない。あら、そのプロテクト、どうやら次元式になっているわ。放っておいても外れるかも。しかも、おかしいわね。動きを封じる他に強力なバリア機能まで。一体何のために。さすがだな、ゼロ。僕の自信作を倒してしまうとはね。まだ昔のことを恨んでいるの？今がどんな状況なのか分かっているの？下手をしたら、あなたも自滅しかねないのよ。分かってるさ。またたまにチャンスだと思って。スペースコロニーの事故のおかげで市場から過当なレプリロイドがたくさん消えた。今も残ったレプリロイドたちを支配するのは怪しい。僕の理想の世界を作る絶好のチャンスだ。もう誰にも何も言わせない。やっと夢を実現できるんだ。誰にも負けない最強のものをね。貴様の狂った妄想に付き合っている時間はない。そんなウイルスで作った理想の世界なんて幻だ。すぐに消えてなくなるぞ。今までイレギュラーハンターやレプリフォースがありえない。平和な時がひとときでもあったのか。戦うことで全てを片付けてきた君にそんなことを言われたくないね。地球の存亡がかかった大事な時なの。妄想はやめて。あなたはそんなに愚かな人じゃないはずよ。
忘れられない。僕の研究が理解されるどころか処分されたことがない。すぐで言ったのになぜ。そこにいるイレギュラーハンターに未だに謎に包まれていて、危険な部分がたくさんあるかもしれないのにどうして処分されない。待ってるよエイリアン。謎に包まれたヒーローを僕の研究所に来てくれるか。
Yeah!
Let's go.
We'll be right back.
じゃあな。じゃあな。
Let's go.
よいしょ、よいしょ。Thank you.
じゃあな。
とうとうここまで来たね。さすがだよゼロ。悪は倒す、単純なことだ。これは黙っておきたかったんだ。だけど最後だから教えてあげるよ。はっきり言って僕だけの実力ではここまで来れなかった。でもこれを拾ったんだ。まさに神の恵みとでも言うのかな。なんだと思う。ただのガラクタだと思ったよ初めは。君の体のかけらだゼロ。君の DNA を手に入れることができたんだ。今までどんな最新の技術をもってしても解析できなかった聖地に踏み込むことができたんだよ。なんだと、俺の DNA。 素晴らしかった。君の DNA はハイマックス、ナイトメアウイルスをいとも簡単に作り出すことができた。正気じゃいられなかったよ。こんなに完璧で最強なものができてしまうんだから。でもさすがに本物にはかなわなかった。完全に解析できたわけじゃない。なんてことをするんだ。ナイトメアウイルスをすぐにデリートするんだ。危険すぎる。自分の首を絞めることになるぞ。珍しいね。いつもは冷静な君が取り乱すんだけど大丈夫。過当なレプリロイドを使って十分実験を行ってたから。君の DNA に恥じない最強のウイルスを完成させたよ。あと目障りがオリジナルに消えてもらうだけかな。お前のその薄汚い野望全てをデリートしてやる。
ぜ、とどめ。待て、許せろ。とどめ、逃げやろう。そこか。そこか。とどめ。そこだ。うぜろ。うぜろ。ゼロの DNA をもっとしても勝てなかったか。いや、解析が不完全だったからな。いつの時代に作られたかわからないプログラムに負けたのか。でもまだ終わりじゃない。僕はこのまま無様に消えていく愚かな奴らとはこんな最悪の事態もちゃんと考えておいたんだ。これだけは使いたくなかった。僕自身も消されてしまうかもしれないが、悪魔を復活させたよ、シグマをね。調子に乗るな小僧、あの程度では死なぬわ。お前の助けなど必要なかったわ。邪魔だ、消えろ。これで邪魔者はお前たちだけだ。今度こそ決着をつけるか。この先で待っているぞ。お前が死んだとは思えなかったからな。宿命だな、ここで再会したのも。決着をつけてやる。行け、行くのじゃゼロ。お前こそが最強のロボットじゃ。誰か呼んだか。どうしたのゼロ。いや、なんでもない。シグマのところに向かうぞ。
Ready?
なるほど。これを取り除くにはかなりの時間がかかりそうですね。確かに最新のテクノロジーを使ったとしても怪しいものです。私でも完全に直せるかどうか。構わん、この辺りで手を打っておかないと。しかし今は特に異常は見つかっていないはず。あなたならそのままでも問題はないはずでは。余計なことかもしれませんが、これから先また大きな事件が起きた時、あなた抜きで対処できるのでしょうか。心配してもらってすまないが、でも大丈夫だ。ハンターにはもっと優秀な奴がいる。それより俺自身が平和を乱す存在になることの方が怖いんだ。承知しました。覚悟はできているようですね。ああ。で、目が覚めるのはいつ頃になる？何事もなければの話になりますが、約102年後の8月15日前後になるはずです。わかった。成功を祈るとしよう。よろしく頼む。わかりました。ゆっくりお休みください。